はい、というわけで、皆さんこんばんは。今日ね、レビューさせていただくのがですね、久々になります。ファッション動画になります。今日紹介させていただくのがですね、ちょっと下にありますこちらでございます。じゃじゃん。ちょっとね、完全に袋に、入っているんですけれども、もしかしたら見る人が見ればね、わかるかもしれないです。ここにね、渋谷東京っていう風に書いてあるんですけれども、こちらのバンキッシュっていう、ちょっとこう渋谷の109とかに入っているメーカーというかね、服のメーカーになっています。で、ここのでちょっとね、取り扱っているブランドの服ですね、ちょっと紹介させていただきます。で、はい、というわけで今日ね、紹介させていただくのは、梱包ちゃんとしっかり入ってますね。はい。で、ちょっとね、これ、有名な絵画なんで、もしかしたらわかるかなっていう方、わかるかも、もうここだけでわかる人いるかもしれないですね。で、今回買わせていただいたのがですね、ちょっと後で画像も出しますけれども、こちら、見えますかね。FR2 っていうメーカーの、洋服になっています。で、そこの T シャツ。で、今回7000円で、消費税。7000円で消費税。で、コットン 100% の T シャツになってます。ちょっと広げてみます。そうですね。見えますかね？これ見てください。有名なフェルメールの。なんだっけ？真珠の、なんとかの少女みたいな、なんか名前だったの、絵画の気がします。確かね。で、ここに、真珠の、耳飾り。なんか真珠の耳飾りがどうのこうので、よく見るとね、これね、このメーカー面白いのが、これね、タバコ吸ってるんですよね。これ、発売していいのかな？どうなんだろう。ちょっとね、わかんないですけど。FR2 っていうメーカー。なんかよくこの、なんかスモーキングキルズっていうロゴですね、が特徴のメーカーになっています。で、あと特にこう、裏は、無地。無地ですね。白い T シャツになっています。で、今日買ったのが、こちらが M サイズ。M サイズのサイズになってます。はい。で、結構ね、僕夏場このブランドでよく服買う、 T シャツとかね、パーカーも持ってますけど、よく買うんで、すごくね、おすすめです。なんかね、デザインがやっぱり、こうね、かっこいいというか、なんかこう、ちょっとパロディ系のものが多かったりするので、ちょっとね、実際に着てみたいと思います。はい。はい、と、ちょっと、そのメーカーの服で、去年かな買ったやつなんですけど、これ、YouTuber のヒカルさんとね、コラボとかになってたりするやつなんで、YouTuber キルズっていう、これも、去年買ってますね。結構、インパクトでかいっすね、これ。なかなかちょっと外じゃ着てないんですけど、こういうのもあります。はい、というわけで着てみました。いや、いいっすね。割とちょっと丈感はなんか去年のやつより長めなのかな。まだね、洗濯とかしてないんで、もしかしたらちょっと縮むかもしれないですね。で、僕で、M サイズ、着てます。やっぱインパクトすごいっすね、これ。いいっすね、これ。夏場ね、ジーンズにこれ1枚でさらっと、着れたらすげえかっこいいかなと。で、あとね、こういうとこ、ちょっと刺繍見えますでしょうか。こういうね、うさぎの刺繍だったりとか、意外とね、手が込んでますね。で、すごいやっぱり、黄色、ブルー、なんかいろんな、カラーがあって、で、すげえ有名な絵なんでね。やっぱりインパクトは、インパクトはすごいっすよね、これ。いいんじゃないですか？で、僕でね、M サイズ買ってます。で、多分ね、これまだオンラインサイト、seno.jp っていうところから FR2 検索していただくと、まだ、売ってると思うのでね。これ以外にもすごくこう気になる、かっこよくて、あと可愛いデザインのものすごくあるので、皆さんもぜひね、通販サイトありますので、そちらでも買ってみてください。あともちろんね、パーカーとか、あとジーンズとか、あと小物も良くてね、帽子とかっていうのもあったので、それも、おすすめ、になってます。はい、というわけでこちら T シャツね、めちゃめちゃかっこいいです。おすすめです。皆さんもね、ぜひ FR2 チェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.
最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.